どうも、ゆうまです。みんな大好き漫画ワンピースの記念すべき第100巻発売されましたね。もう読みましたか？ワンホリでカナダに住んでいた時でさえ探し回って購入するくらいワンピース好きの僕も第100巻速攻で手に入れて読みました。あ、そうそう、以前にクロコダイルの技やエースの技を僕が実際に再現した動画や TikTok で唯一バズった僕のトラファルガーローの動画なんかがあったりします。ワンピース好きはぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク載っけときますね。ちなみに TikTok の動画に関しては、動画もそうなんですけど、数々のツッコミコメントが面白いので、それも読みながらぜひチェックしてみてください。それでは本題に移ります。今回ついに R2D2 号の内装塗装最終段階のルーフライニングの塗装が完了しました。ついでにサンバイザーやバックミラーなんかも R2D2 号にふさわしい色に塗装したので、映像で確認してみましょう。どうぞ。You never had to put your heart on the line. And now we're at the crossroads making excuses just to stop and talk for a while. I can't believe, I can't believe that you would break my heart. You didn't have to stop to say it. You never had to put your heart on the line.
色が合ってないっすね。でも安心してください。人間には自分のメンタルを守るための防衛システム、認知的不協和っていうのがあります。どういうことかというと、人って自分の行動や現状を正当化するじゃないですか。例えば DV 彼氏となかなか別れられない女性が、彼と別れたら彼は一人では生きていけないわって思って、自分の別れられないっていう行動を正当化するとか、そうですね、まあ、この場合他の要因もあるでしょうけど、とりあえずこの認知的不協和っていうのが僕にも働き始めていて、せっかく時間手間暇かけたのに失敗したって思い込みたくないから、あれこの色もなかなか DIY 感が出ていいかもって思い始めていますそれに今後、会えば会うほど見れば見るほど効果を持つようになるという単純接触効果っていうのも期待できます。例えば初めて会った時は特に気にならなかった異性をいつの間にか好きになっていた、もしくは同じ広告を見ているうちにいつの間にかその商品を購入していたっていうのも単純接触効果の影響があると思います。というわけで僕のメンタルきっと大丈夫です。この色自体はミスマッチですが、僕の思考自体がそこに最適化されてマッチしていきます。人間の脳ってすごいですね。というわけで今回は以上になりますが、今後の予定としては、内装のまとめ動画、こういう感じに仕上がりましたっていう動画を作って、そこからいくつか追加したいガジェットがあるので、そのガジェットたちも紹介します。その後はいよいよ R2D2 号の外装バディのカスタムに入っていきたいと思います。まあ、その前にもう少しデザインを突き詰めていきたいので、もし皆さんも何かアイディアがあるんでしたら、コメント欄もしくはチャンネルの概要欄、E メールアドレス載せてますので、そこに画像とか送ってもらえると嬉しいです。参考にさせていただきます。今回は以上になります。今後の R2D2 号が気になる方、もしくはアイデア出しをして一緒に作り上げていきたい方は、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回、バイ。